こんにちは、久野です。今日はですね、アダム・スミスのピン工場の話したいと思います。もうこのね、ピン工場の話にもう全てが入って、アダム・スミスのピン工場っていうのは、今までは昔は職人の世界だったんですね。一人で何でもできる、多農耕の職人だと1日20本しか作れなかったけれども、その、ピン工場ではですね、工程を分けて、第一工程は針金を切るだけ、第二工程は先を磨くだけ、第三工程は糸を通す穴を開けるだけという形で、一つのことしかできない単農工、しかし分業をすることによって1日に数千数万の、ピンが、縫い針がですね、作れるようになっちゃったと。でこの針を圧倒的に生産性がアップしたので、これを売ってみんなで山分けすると、この多農工である職人よりもですね、こっちの方の給料が高くなっちゃったんですね。多農工は一人で全部の工程をやっても一人20本しか作られてなかった。でこれを売ったお金より、みんなで協力し合って一つのことしかできない人でも、その集団の中で協力し合ってやったら生産性がすごい上がって、で結果として給料は多農工よりも単農工の方が高くなりましたっていう話なんです。つまり、18世紀の産業革命っていうのは企業の時代で、企業の本質っていうのは一人で何でもできる職人よりも企業にした方が儲かっちゃうよという時代。じゃあこことここの時代って何かっていうとですね、これは大きくは2つしかないです。1つはこっちには目的があるってことなんです。こっちの目的はですね、職人が何のために働いてるかって言ったら、まあ家族養うため、自分はこの、プロとしての誇りがあったりとか、まあそれぞれの目的は、個人の目的はあるんですけど、こっちは何で目的が必要かっていうと、そもそも単農工になりたい人っていないんです。最初に第一工程で針金を切りたいだけ、これがやりたいんですなんていう人はいないから、みんなで協力し合うより大きな目的がない限りはまとまって協力し合わないんですね。だからこっちには個人の働く理由、バラバラな働く理由でもよかったです。こっちの職人はそれぞれで、この人の、部下って何かっていうと見習いなんですね。見習いっていうのは、将来こういう親方になるためにもうむちゃくちゃ安い給料で、働かされるわけですよ。見て習う。でも見習いって大した成果上がんない、1日に1本も作れないかもしれない。だからほとんどできないから、成果も上がらないから大した給料ももらえない。そしてこの見習いは長い、修行期間を経てですね、まあ一般的にはここは、技術習得が1万時間の法則と言われる領域に入り、そしてやがて一人前の職人になって独立していくと。でこの見習いもやがては独立していくので、この親方もですね、承継させるわけでもなく、まあ独立するまでは技術を教え、安い給料でアシスタントとして使っていこうと。これはもともとの職人の世界。でもこっちの方はですね、この見習いの状態、単農工でも圧倒的に利益を上げますよって形にした。しかしここで大きく違うのは、この見習いは多農工に対して勉強させるから、この見習いはですね、安い給料でも将来この職人として親方としてなれるんだということを思ってるから安い給料を受け入れられるわけです。でもこっちの方は単農工のままだから、何らかの目的を共有することと、まあ、この見習いよりも高い報酬がなければこっちになりたい人っていないんですね。で企業にしたっていうことは、一つはこの目的共有と、この見習いよりも高い報酬を払うっていうことが求められる。これがですね、ファミレスの社員で考えれば、ファミレスの社員で単農工なんです。自分がシェフできるわけ。しかしフレンチレストランの、まあオーナーがやってるシェフのところで働く見習いというのは、今でもこちらの習慣が残っていて、ものすごく安い給料で働いている。しかし将来は一人前になって自分の店を持つことができる。ファミレスの店員は自分の店を持つことは
できない胆の子。しかし見習いよりも圧倒的に給料は高いし、まあその、企業のですね目的を共有する人はそこから昇進していき、そこの幹部になっていく。でここのポイントは、企業はですね、その目的と究極はプロセスなんです。どのようなじゃあ工程分けしたらいいかっていう、この分業のプロセスを構築していくという、もうこの2点に尽きるんですね。企業今までの職人の世界、まあここが職人の世界、最初に起業するっていうのは、職人的プロとして起業するわけで、ここの起業っていうのは圧倒的な技術がなければいけないです。その人の技術を、共有しなきゃ、まあ共有じゃないです。技術を持って、まあ一人親方として独立するってところなんです。で、この独立した後、じゃあ今度どうなるかっていうと、最初はですね、もうここを雇うわけです。ここ、自分のアシスタントを雇うか、もしくは次のステージで自分の代わりになる経験者を雇うかなんです。で、経験者を雇い自分の代わりをさせていくかっていうこと。で、経験者を雇い自分の代わりをさせていくと今度起業化してくるので、次に幹部の時代がやってくるわけです。で、この起業家は経営者になり、そして幹部が全体のオペレーションを、統括してくれる。そして自分自身はもうオペレーションから足を洗えるわけですよね。でこの親方のモデルっていうのは、ずっとここが自分と見習いアシスタントっていうところでとどまっているので、この状態っていうのは最後ですね、年を取ると廃業って形になるわけです。あ、もしくはまあこの中の一番ですが、そこの、ところを継ぐってことはあるかもしれませんが、まあ、いずれにしても、一人親方とアシスタントっていう構成になっている。で、こっちになると、じゃあ今度目的は何かって言ったら、今度はこの幹部にですね、なんで独立せずに一緒にやった方がいいのっていう、この目的を見せていかなきゃいけないです。幹部の時代っていうのは、ここは理念が必要になる時なんですけど、自分が独立して別にやることもできるわけ。しかし一緒にやった方が圧倒的な何か利益がもたらされるよってことが分かり、より大きな付加価値があるよってことが分かるんであれば、残ってくれる社員っていうのはいるわけで、でこの時っていうのは、いや幹部を残すのと胆の子を残すのっていうのではちょっと意味が違うんですね。まず幹部を残すためには、自分でやるよりも組織だってやらなければいけない正しい戦略、差別化された戦略っていうのがないとこれうまくいかないです。でここの場合の例えば差別化された戦略っていうのは、このプロセスを作り出すには、最初に、作り込むっていうのが戦略的優位性がありました、そしてここでもう圧倒的マーケットを得てしまいました。なので次の人がその地域で同じようなピン工場を作るのはもうほぼ不可能ですとかね、まあ、こういった優位性があるから、次の幹部はピン職人として独立するよりもこの会社の幹部で働いた方がいいね。戦略的優位性、何らかのものがないといけないです。しかし彼らには目的共有っていうところも、一緒に見せていかないと、 まずは最初の段階でですね、胆の子をそもそも維持することができなくなる。まあ彼らに働く理由っていうところを教えるためには、全体で協力関係を作っていかなきゃいけない。で一個の問題はですね、もう一個問題あるのは、このプロ、特にプロセスを構築できるのはこの人間なんです。他の子しかプロセスを構築できない。でこの企業を作れるのは実はこっちの他の子なんです。
胆嚢孔を集めて統制できる人間は胆嚢孔の方だから、でやがてこの企業が拡大した時にこのプロセス管理全体ができる人っていうのはやはり胆嚢孔じゃできないんです。胆嚢孔なんです。そうするとこの胆嚢孔の多能化、多能工化っていうのも一つ必要になってきて、まあここで起業家が幹部になる、これはですね多能工を作り出すっていうプロセスでいいんですけど、ここまでは職人の世界なんです、ある意味。そしてこっちに行った時に、胆嚢孔の世界なんですね。でこれが、ここの目的っていうのがここの理念のところ、最初に必要になるのは理念のところになって、どんなプロセスを作るのかっていうのが、ここなんです、プロセス。そしてこのプロセスのところに入った時には、2つの領域があって、標準化と精進化って書いたんですけど、これはですねプロセスの整備をさせるところと、整備をさせるところと、運用なんですね。整備と運用に分けられるんですが、整備って何かっていうと、これハードなんですよ。どのような仕組みを作るのかっていう、仕組み作りっていうのがここのところに来る。で、ここの運用っていうのはソフトで、これは誰がやるかっていうとですね、これは人がやってるんですよ、運用っていうのは。そしてここの整備から運用に来るプロセスってどうなるかっていうと、最初の整備のところでは、の設計ですね、これが、規律、何らかの仕組みの規律を、規律を作る。そして次に実践するっていう領域に来て、次に習慣化の領域に来て、で最後、文化形成っていうところまで、でこの実践習慣文化っていうところを行うのが、ここが人の領域で、この規律を作るっていうのがハードの領域で、どんな規律を作っていくのかっていう、ここのところに着目したのがですね、これが誰かというとですね、テイラーなんですね。例えば我々今 KGI とか KPI、係数管理していこうっていうもので、ここっていうところっていうのは、まあ、究極ビジネスエンジニアリングの領域で、どんなハード作りをしていくのかっていうところって非常に無機質なんですよ。でこれ仕組み作りだから、でこの仕組み作りっていうのは、ある意味ハードの設計っていうのは人が入ってこないので、人をまずは考えなくてもできるから、そのエンジニアリングの領域っていうところが、ここなんですね。どんな仕組み作ったらいいの？しかし実践するのは人なんですよ。でこの人の領域に入らないと、それが定着してうまくいかない。どんなにハードを作ったとしても、人の領域に来る時でもう一回今度我々考えちゃう。でこのここは幹部が、ここの幹部の時代っていうのはですね、この技を習得し、そして、組織として一体としてやっていくという状態なんですが、こっちの人っていうのは一般社員の人たちなんです。つまりここの人は幹部じゃなくて胆嚢孔なんです、実践するのはこれを、その意味で彼らを今度は着目したのは何かっていうと、例えばまあ X 理論 Y 理論とかね、マクレガーとか、それから、まあ、衛生要因、動機づけ要因とかね、今度人に今度着目するようになってきた。で私こう思ったのが、ここでこの人の、衛生要因や動機づけ要因っていうのを考えた時に、マズローの5段階を私3つに分けまして、1つがですね、安心安全、安心安全領域。この衛生要因って何かっていうと、これがないと不満になるっていうものなんですね。不満を思って、
で動機づけ要因って何かっていうと、これがあると満足するってものなんです。で安心安全、給料がないとやっぱ不満になる。でこれがあると満足するっていう要因が、私は、まあこれ自己軸次元って、まあ、マズロー言ってますよ。私これ成長機会って呼んでます。でここが承認領域で、ちょっとここで考えてほしいのはですね、日本にはですねバイトとパートってあるんですよ。バイトとパート、この違いって何か。バイトパート、これ分かります？バイトとパートって同じことを英語とドイツ語で言ってるだけなんですね。パートって英語ですよね、パートタイム。バイトってアルバイトだからドイツ語で、元々の語源って一緒なんですけど、でも日本ってニュアンスを変えるためにですね、バイトは短期労働者なんですね。学生のバイトとか、大体男も女もで、パートっていうのは長期的に時短で働く、まあ女性の人が中心で、パートのおじさんって少ないですよね。大体バイトのおっさんはいても、パートのおっさんっていないですよね。大体パートのおばちゃんですよ。でここ何かって考えた時に、こうユニクロと島村考えると、ユニクロってバイトで構成されてるんですよ。で島村ってパートナー、パートのおばちゃん、小里先生のところってパートのおばちゃんなんですよ。だけどあのディズニーランドと、それからあと何だったっけ、コーヒー屋さん、スタバ、スタバってバイトなの。このバイ、まあまあちょっとね、分かりやすいところで言うと、ユニクロってバイト、それから、マクドナルドもバイトさん。まあバイトってさ、まあこれユニクロとパートって島村なの。そ、戦力が、ここちょっと考えてほしいんだけど、パートってどこの領域までを欲するかっていうと、安心安全領域と承認領域まで。まあ承認がどこまであるかっていうと、島村どこまでやってるかって難しいけど、安心安全領域中心なのよパートって。だけどバイトって何らかの目的があって、バイトは私が思うには小さな正社員だと思ってる。バイトってね、ここまでの領域なを欲してるんだ、まあつまりパートはどっちかっていうと衛生要因が中心で、バイトに関してはね、動機づけ要因をしていかないとすぐ辞めちゃう。そして動機づけ要因をうまくバイトに対してやれた企業っていうのは、ものすごくバイトを戦力化できてるんだな。ユニクロやマクドナルドやスタバのように、まあちょっとわかんないけど、あの、マクドナルドはちょっとわかんないけど、少なくともユニクロとスタバはバイトの戦力能力ってすごく高い。でこれは私は小さな正社員と扱って、動機づけ要因までしっかり提供してる。でパートの場合は正社員と違って衛生要因中心でいい、で長く働いてくれるっていうところの安心安全のところを中心に、プラスアルファで承認欲求を与えていく。島村は成功してないけれどもと思うんだけれど、この承認欲求のところは、小里会計はすごくここの安心安全に承認欲求を付加させてるのよ。そしてパートに今度ね、成長機会まで与えると何が起きるかっていうと、これちょっとまたあの副作用が出て、成長機会の問題っていうのはここの問題と一緒で、やりたいことが見つかりましたって言ってやめちゃうんだよね。バイトも同じなの。バイトもそのやりたいことっていうところが、その会社の中で同じ方向で見つかるっていうか、共有できれば長く働いてくれるんだけど、あの成長機会っていうところがうまくリンクしてないとやめちゃう。でパートにここまで見せていくと、パートのおばちゃんも
やりたいことが見つかりましたって言って辞めちゃうかもしれない。ということはパートを戦力化させるには衛生要員中心の方がいいのかなと。これは私の勝手な解釈なんですけど、そういうふうに考えて。でも成功しているところの中心っていうのはパートじゃなくってバイトを使ってるのかな、小さな正社員と。しかしバイトで成功しているところは圧倒的にその成長機会である社員と同じようなここの理念共有っていうところを前提にしなきゃいけないなと。まあ私ですね、引っ越しして約17年代々木に住んでるんですけどね、最初の頃40歳ぐらいのレジ打ちのおばちゃんがいた。もうオープンから割と綺麗なおばちゃんでね、綺麗な人だなと思ったら、今50、俺と同じぐらいだから57ぐらいになってて、ずいぶん年取ったなと思うわけよ今になるとね。でパートずっと働いてるの、同じところでずっとレジ打ち、何だろうと思う。でもやっぱりこれ安心安全の衛生要因が強いんだろうな。そこで、多分近所で、それをずっとやってる、まあそれだけでいいよと、ずっと同じ仕事して、まあまあこれはこれだ。でこの次の運用の状態を考えるときにはここをフォーカスしなきゃいけない、ね、人だから。だけど標準化の時代っていうのはハードの設計の仕組み、テーラー主義的な無機質だけれども、どんな仕組みにしたらいいので、こことここって相対立するんです。ここって非常に機械化無機質化される領域で、ここって非常に人間的な領域なんで、理念経営だから。で今日本電産の、まあ、社名変わりました、長森さんなんかは、困っているのはですね、長森イズム、長森イズムっていうのは、まあ、強烈な、建設的パラノイアを持ってるんです。で次の社長に対してこの彼が持ってる建設的パラノイア、短期間に買収した企業を、解雇せずして最大の利益を出すぐらい、もう圧倒的に、まあ彼自身も現場主義でですね、それをやりきっちゃう、もうやりきるとこまでやるっていう建設的パラノイアを、まあ、幹部に要求してきた。で彼の子分と呼ばれる人はですね、これはまあ、出来上がってると思うんですよ。うちでいう、増田社長なんかも、出来上がったと思うんですけど、問題はですねこっちの領域に入るわけですよ。大企業ってこっちの領域に入った時に自分の子分だと足りないなと思ったわけ。足りてれば絶対プロパワーの人間次の社長にしてるわけですよ。でもどん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 いろんなとこから彼採用してる。で日産から、まあ副社長を連れてきていけるかなと私も思ってたんですけど、どこでぶつかったかっていうと、彼日産から来た、社長は朝8時半とか9時に来るっていうんですね。いやいや普通じゃないですか、9時修行だから8時半よ9時に来るで、長森さんからしたらもう気に入らないわけですよ。もう自分は誰よりも早く来てやってんだと、休んだのなんていうのは正月の1日の午前中だけだって、まあ、言い張るぐらいまあ建設的パラノイアなわけです。でそれをやっぱりね創業者って要求しちゃうの次の人に。でそれ要求するとそんなのギブアップとかね、竹藤の社長もそれを要求したけど、彼も知らない間に夜中の12時過ぎて もう気がついたら夜中の12時だったっていうぐらいセールスしてたわけです。だけど来た人ってここの世界で大企業の、役員になってた人ってこっちの世界の人で、こっちの世界の人が長森さんの意見を聞くとどういうかって、いやいやいやそんなことやったらまたブラック企業って呼ばれちゃいますよ。ただでさえね日本電産もともとブラックって言われてるのに、またそんなこと言ったらうちにまたブラック企業になっちゃうじゃないですか。
って言うわけですよ。そうするともうぶち切れるわけ。いやいやいや、社員に言ってんじゃねえよ、お前に言ってんだよってなるわけ。いや社員には言ってないわけよ。そんな本当は言いたいかもしれないですけど、言ってないわけです。だけどこの自分が継承する幹部が社員的な発想を持つことに対してもうむちゃくちゃ切れるわけで、これがイズムの伝承者じゃないって思っちゃうわけで、ここが難しいの。イズムの伝承者はやっぱりね足りないんですよ。プロパー結局こっちの世界を本当に、知らないし、自分で作り上げてこなかったやっぱり古文だから、古文そのものっていうのがこれだけ大きくなった企業のトップを張れるかって考えると、古文としては有能なんだけれども、トップに立てるかっていうとちょっと足りないな、だから連れてきたくなるわけだけど、連れてきた人間はこっちの世界だから水と油で相反するわけで、自分自身のその建設的パラノイアをどうしても承継したくなるっていうところね。でここ我慢しきればうまくいくのかもしれないけど、でもそこの魂の部分がなくなったらうまくいかなくなるっていう危機感も長森さん持ってるわけですよ。でここの葛藤がものすごく、まあ、私自身は感じるんです。こっちの世界の人とこう上がってきた人ともう全然違う。で2代目から3代目に移る時っていうのは、まあ、大体こっちの世界で成功しちゃってるので、この建設的パラノイアの起業家的なところっていうのはなくても、まあ会社って回るんです。でもだんだん回らなくなった時に、次の真のイノベーションを起こせる次なる起業家っていうのを、この企業会社っていうのはいないと、その会社ってやがて衰退して終わっていっちゃう。でこの真のイノベーションが起こせる真の起業家っていうのはこの建設的パラノイア持ってるわけです。そうすると長森さんからすると、こっちの今10年15年ぐらいはいいかもしれないけど、やがて時代が変わった時にこの真のイノベーションを起こせる建設的パラノイアを持った起業家がトップに立っててほしいなって思うわけです。でこれはですね、もともと持ってる素養だから育てることができないよね、この建設的パラノイアって。でこれをやろうとすると、うちのシニアもすぐね、もう一人の社長のようにね、すぐ体調不良とかになっちゃう。建設的パラノイアって素養だから、要求すると体調不良ってなっちゃう。うちのマスだって起こさないの、体調不良って。で私も起こさない。体調不良なんてなったことない。休んでるの全部ずる休みだからさ、俺の場合。でずる休みはいいけど、体調不良で休んじゃダメ。で多分長森さんも体調不良なんてならない。1年のうちに半日だけだよ休んでる。だけど体調不良なんてなるわけないじゃん。だって遊んでるのと一緒だもん、仕事なんて。なんで遊んでて体調不良になるのっていう状態で仕事してるわけです。だからここの循環っていうところを考えたときに、いくつかの要素かなと、まあ、目的のところを考えたね、ここにやって組織の、分業をしてしまったが、結果目的が必要になったってことね。そして分業はいかなる分業をするのかっていうプロセス、このプロセスっていうのがこっちなんです。そしてこの運用、ここの魂まで入れたところがトヨタね。この運用の形式を作ったんじゃなくて、どのように人としてこれを回せるのかっていうところの理念を、これをここの幹部からこっちの状態に落とし、こう継続的改善を行った。これは現場レベルまでそのあり方、目的っていうのを浸透させ切ったところで、初めてこの人の精進化、つまりここのね、安心安全承認欲求までじゃなくて、社員だから、まあ、機関工に対してもこの、全方位的なね、成長機会も与え、成長機会って例えばこの、企業の場合ローテーションにして、単能工を多能工化させていくんですよ。でじゃあうちの会社ってどのようにやってきたかっていうとですね、ここもちょっと考えてみたんですけど、うちはですね、まず私
こう何の企業かアシスタントとして使うんじゃなくてちょっと新しいことやろうとコンサルをやろうと思って、このアシスタントじゃなくて自分と同じコンサルをできるようにこの幹部を育てていこうってしたんです。で一番最初になったのが初代の社長の、まあ、工藤さんがここになってくれた。で私はもう最初から新たな、戦略的優位性会計事務所とコンサルっていうところで、まあ、見習い的な発想で、こう、まあ、こっちの領域っていうのは見習い的な発想で育てる方だからね、まあ、こうやってコンサル部分っていうのは今で今もまたですねここの領域なんですコンサル部分。しかし、派遣事業ってどこに行ったかっていうと派遣事業ってこっちのプロセスの方をフォーカスして、ここに行ったわけです。で派遣事業っていうのは会計事務所で働く人間っていうのは本来は見習い的な発想で行くんだけれどこれって1万時間の法則にぶつかっちゃってこの見習いが稼ぐっていうのってほとんどできないわけです。ってことは、この単能工でもうまく稼げる仕組みっていう形で経理派遣モデルこれって標準化モデルなんですよ一つは。そしてこの企業を何社もやって経理のスタイルを覚えることによってだんだん会計の多能工化させていこう。そして次にコンサルを覚えていこうと。でここからこういう領域に入っていこうっていうビジネスモデルを作ったんです。しかしここで入った多能工っていうのはですねいや私は多能工になりたかったんですっていう文句を言ったわけです。私別に派遣社員になりたいわけじゃなくて会計事務所として見習いとして働きたかったんです。最初から多能工になりたかったんですってなったんです。でもここのモデルっていうのはよっぽど有能な人間でなかったら1対1で教えていくわけだから人数も限られるし、ある程度の経験がない人を見習いとして雇えないわけです。じゃあ見習いとしての採用ってできなかった。数が限られる見習い採用はだいたい20人に1人しかできなかったんです私。だけどこっちの方だったら20人にだいたい16人ぐらいは採用できたわけです。単能工だから。じゃあ単能20人の中の1人にはあなた入れないけど20人の中の16人には入れますよ。でこっちからやってくれるんだったらやがて、ローテーションいろんな企業を見て会計の多能工化しそれができたら次にこっちのスタイルでコンサルの方に行くっていうところのモデルにしたんですけど、まあここである程度経理の多能工化したらですね別に会計事務所の見習いにならなくても働けるようになっちゃったから経理社員として一般的なじゃあそっちで転職しちゃおうっていうのはまあ起きたんですね。まあでも、私がやったのは通常の会計事務所モデルはここからここなんですけどそれをここのモデルを入れ込んだことによって社員とのコンフリクトは起きたけれども圧倒的な分業による起業家ができたの会計事務所。そして圧倒的に400人規模になれました。で今国際業務っていうのは手続きが中心だから今ここをやろうとしてるんです。国際業務はうちの場合はここを中心に今組み立てて夜会で一生懸命毎日、標準化から、今設計の段階ですね。人で動かすっていうところここを動かそうと思うと今度はローカルの社員も巻き込んでやらないといけないのでソフトの運用部分になってくる。でここはまた次の壁が来るとは思うんだけれども、まあ、今はまだここの段階。そして、うちのコンサルはまたここからここにっていう形で暗黙知の伝承でこの暗黙知を一生懸命今形式化させようとしてるんですけど、まあ、ここは、うちの社員もまたねシニアがまた見習い期間になってるから、厳しく私に指導される状態になり、しかし私はこのコンサルそのものを標準化させていくっていうミッションで、まあ、みんなができるようにしていきたいなでこういう流れ、になってると。で、まあ、我々ねやってるコンサルっていうのは、まあ、大きく2つですね。まずここの人間がこれを作るわけだからここでまず本当に理念浸透ができてるのかっていう。そしてプロセス次のステージはプロセスのハードの設計そしてここっていうのは評価基準も入ってくるわけですよ。今度ここになると成長承認安全要件ね。
でこれはあの一般社員が動かしていかなきゃいけない省人化、そして圧倒的に利益を出す。ただし右側の領域っていうのはこれ下の段階でですね、これ形式化しすればいいっていうんじゃなくて、これはですね氷山でいうと圧倒的前提条件か戦略の、 あの優位性があるっていう、あの目に見えないところ、圧倒的その会社には戦略的優位性があるものじゃなければ標準化させたって意味ないわけですよ。そうすると戦略的優位性が作る前はここでぐるぐる回っちゃう。うちの会社もここでぐるぐる回ってたんです。戦略的優位性を作れたものを標準化させるってことだから、じゃあ今会社の問題がここにあるってなったら、もう一度今度は理念プラス戦略の見直しっていうのをしなきゃいけないです。ここの領域、戦略を作れるのは、トップと幹部にしかないから、ここで、改めて戦略かけることの実行、これが実行になるわけです。実行のハードを作り、ソフトの部分という形で、動いていると。これがうちの、企業の、変遷の全体像であり、それぞれの領域において何が問題なのか。ここで止まっているところって、これいわゆるオーナーズトラップなんです。トップだけが忙しい、ね、トップだけが忙しい状態というオーナーズトラップね。そこから、オーナーが、ゴルフもできるようになりましたっていう。幹部の時代は上がゴルフもできるようになりました。しかしここの時代だけで終わってると、のいわゆるこの仕組み、この仕組みかってミドルマネジメントです。ここはミドルマネジメントなんですね。でここのミドルマネジメントを構築せずに幹部の暗黙知だけでやってると、本当の企業、あの経営者が育ってない。幹部は育ったけど経営者になってないから、あの事業の承継がうまくいかず M&A で売却するんです。中小企業ってここの領域で終わると MA で売却してる。この領域で終わった人っていうのは廃業なんですよ。ここは承継そもそもできない。廃業売却で、こっちの領域に行くと承継になるんです。だから我々は今承継モデルを作りたいと思ってる。だから承継モデルは絶対ミドルマネジメントの構築をし、それを仕組み化して人が運用し、継続的改善ができるようにする、利益がアップするようにしていくっていう流れを作る。ここが全体像。社長の本当の気持ちがわからないと伝えられないと思ったんです。だから私は最高の実務家であり最高のコンサルタントになるには、ある意味自分も経営をやってみなきゃいけない。教育が完全に間違ってたなと。中国進出失敗しました。手付かずの状態でまだ残されてる。今回は違う戦略を持ったんです。それがですね、実は出版なんです。ペンからメインへという発想で4拠点。仕組みを育て、この仕組みはやめないわけ。自然にね、こう人が育つようなモデル、長期において会社が成果を出し続ける、誰を昇進させたのかっていうメッセージを伝える。500人の規模の会社にできたのは、まあこれを統合型でやれたからなんですね。二人三脚でお客様と一緒にここの部分を作り込んでいく。